うちの旦那なんざ、結婚と同時にはっちゃけてましたわ。我々より7年先に結婚した義兄夫婦、私は何があったのか知らんが。とにかく、夫の目から見るとママンがかわいそう状態だったらしく。ボキタンがあんな兄嫁とは比べ、門にならん良い嫁をもらって親孝行するを。てね。以来、うとめの隣に住んでいろいろ尽くさしてもらったつもりですが、結局、何をしてもしなくても、かわいい子、義兄はかわいいし、2番手、夫は2番手、なんですよね。随分、無駄な労力を費やしたなとは思うけれど、介護だなんだって、話になる前に目が覚めてくれたのはよかったな、と。1、義兄が、己の無能&わがままゆえに、失職、休職活動もせず、ブラブラ、義兄嫁が切れて離婚話に。義両親は最初、離婚上等。義兄は、弟嫁、私に世話をさせればよいと。はあ、なことを言い、夫が断ると、義兄家に毎月援助をする条件で離婚を阻止。要は、何が、何でも、義兄には世話係を確保してやらねばならん。ってこと。その後、あの時は、と話題に上ると、何のこと？義兄夫婦はずっと仲良しよ、と。ボケてるのか？という発言をして、随分相談したりと煩わせた夫を驚かせる。2. その後、うとが高い。お葬式だなんだと、私たちを頼りに相談してくるのはいいが、ほぼ A に決まったところで、義兄に相談し、B でいいじゃないかと言われるとあっさり B にする。当日には、義兄ちゃんの言う通り、B にしておいてよかったわね、と大声で賛意を求めてきてポカーン。この類は何度もあり。3、相続で、止めが、ものすごくお金に執着し、なおかつ細かいということを、夫もはっきりと認識したのだが、その後で、それぞれの子供名義の預金をしてあるが、義兄の方が多い。まあ、少しだからいいでしょ。今さら、動かすのも面倒だし、と言いつつ、夫が子うとからしていた借金は、それよりはるかに少額でも、お金のことはきっちりしないとね、と取り立てる。などなど、いろんなことが、結構、続けさまに起こったので、さすがの夫も目が覚めたようです。今まで、夫にとっては大事な親なんだから、と黙っていた不満も全部ぶちまけたところ、長い間、申し訳なかったと。家も引っ越し、相談事は義兄としてくれ。ということになりました。